これまで何を基準に中古車を選んでいましたか？中古車の品質の違いが分かりますか？中古車の品質基準、 AIS の品質評価基準は今や中古車業界のスタンダードへと向かっている。10段階評価の分かりやすい品質表示によってユーザーの購買をプロの目がサポートする。プロの認定検査員による300項目以上にも及ぶチェック機能、20年にわたり培われたノウハウと第三者機関としての信頼性、 AIS は厳正かつ公正に検査し、安心して中古車を選択できるシステムを構築しました。その評価基準はメーカー系中古車事業会社との連携により業界標準へ。 AIS 中古車品質評価システム、中古車選びはこの信頼のマークから始まる。 AIS 動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日皆さんにご紹介するのは BMW ミニクーパー S クラブマンです。初年度登録は20年8月です。外装色は青、屋根はシルバー。外装評価 A、 内装評価 A、 総合評価5点の車両となっています。5点の車両だけあって外装内装ともに程度がとても良く、ボンネットの A1 は飛び石傷です。そして運転席のドアの縁に小傷があり A1 となっています。アディショナルライトがついています。ヘッドライトはキセノンです。それでは早速内装と主な装備を見ていきましょう。アルミホイールは右の前に小傷がある程度です。内装は黒ベースです。リアの状態です。運転席シート脇、若干のシワがあります。そしてフロアマットに焦げがあります。それ以外は綺麗な状態と思われます。スポーツステアリング、ピボットの追加メーター、アームレスト、ETC がこちらについています。サンルーフを開けてみます。動きもスムーズで問題ありません。続いてトランクルームです。目立つ汚れ、シミ等もなくとても綺麗な状態と思われます。
続いて下回りです。オイルにじみ、突き上げ等もなく綺麗な状態と思われます。タイヤ山はすべて6部山となっています。最後にエンジンルームを見てみましょう。目立つ汚れ、オイルにじみ等もなく綺麗な状態と思われます。BMW ミニクーパー S クラブマンを AIS 検査員神奈川地区担当がご紹介しました。それではまた AIS 動画でお会いしましょう。ありがとうございました。